クストディオ・ミュゲルディアス・デ・カストロは、ポルトガル・ギマランイス出身の元同国代表サッカー、選手、サッカー指導者。ポジションは、守備的 MF。単に、クストディオとしても知られている。ギマランイスに生まれたクストディオは、地元のビトーリア・イスシーの下部組織から、スポルティング CP の下部組織へ移籍。2001年から、トップチームに登録され、 2003年8月16日のアカデミカコインブラ戦でトップリーグデビューを飾り、同2003から04シーズンは22試合に出場した。ディナモモスクワでのクストディオ以降を中心選手としてプレーし、2006から07シーズンには毎シーズンの安定したプレーが認められパウロベント監督から首相に任命されたが、同シーズン中に構想外となったことで出場機会が激減し、 2007年6月には、ロシア一部の FC ディナモモスクワへと放出された。2009年1月に、ポルトガルの地へ戻り、同僚のシセロセメドと共に、ユース時代を過ごした、ビトーリア SC へ移籍。2010年8月31日におなじみイニョ地方を拠点とするライバルの SC ブラが移籍した。移籍1年目の2010から11シーズンは、ブラジル人で首相のバンジーニョ。 レアンドロ・サリーノとポジション争いをしながらも公式戦で約25試合に出場。2011年2月25日の CS マリティモ戦で至近距離から決勝点にして遺跡後初得点を挙げる、当シーズンを4位で終えることに貢献した。5月5日、SL ベンフィカとの UEFA ヨーロッパリーグ2010から11準決勝、第2戦で、 コーナーキックから頭で得点を記録。これが決勝点となりブラガはアウェーゴールルールにより決勝進出した。ちなみに第一戦はポジション争いをしているバンジーニョが得点を決めている。翌2011から12シーズンはバンジーニョが移籍したこともあり、出場機会が増加するかに思われた矢先、膝を怪我したことで前半戦を棒に振った。怪我から復帰後は ポジション争いをしていたサリーノが、バイアーノの怪我により右 SB へポジションを移し、さらに新加入のリビア代表のジャマル・マハマトが、アフリカネーションズカップ2012へ参加するためチームを離脱したことで、定期的に起用され、マリティモ戦やフルスギ・マランイス戦で得点を挙げるなど、活躍し、シーズン終了までポジションを守った。 U-21 代表として UEFAU-21 を州選手権に2004年、2006年とに大会に出場した。2012年5月14日、それまで A 代表出場未経験だったものの、シーズン後半にクラブで校長だったことと、他の MF 人と異なる特徴をパウロベント監督に変われ、 クラブでの同僚で同様に代表未経験のミゲル・ロペスと共に UEFA ユーロ2012のメンバーに選出された。また、同大会に出場する全16チームの登録メンバーのうち、代表未経験の選手の中で29歳と最年長だった。大会前の6月2日にリスボンで行われたトルコとの親善試合で A 代表初出場を飾り、 グループステージのオランダ戦で負傷したらウールメ令レレスに代わり後半残り20分から大会初出場を果たした。カストードヨドゥー、ビトーリアでギマーイッシュ・パラオー、スポーティングデブラガ、アーチャーヒロックスサクユアーズ、ブラガウィーンマデイラブラガ、クストディオの得点で初の決勝へ、ブラガバテウトロフェムス、マスカストードヨリージアニューセ、センセーショナルブラガクラッシュビトーリアギマーイッシュ、ポルトガル、 代表未経験の2選手を招集地道な努力が実ったクスとディオポルトガル不安を残したまま本大会へロナウドポルトガルをベスト8へ導く。ありがとうございます。